久保さん、最近の若い子は最近の若い子は使っちゃいますね。<laughs> まあ最近の若い子は最近の若い子はでちょっと行きましょうか。まあ最近ですね、東大生が、あの、僕の元に来て、あのー、まあコンサルに入ることになったんですけど、あのー、最近の若い子はすごいですね。<laughs> まあでもね、あのまあ、いろいろと、こう、ね、何回かこう、やりとりさせてもらったんですけど、まずまあ、大学生の、大学生中に、将来のこと、これからの人生を真剣に考えてるっていうね、すごいなっていう。多分、久保さんも、僕も、大学生の時、とか、多分何も考えてなかったんじゃないですか、あんまり。 僕も1ミリまあ僕部活ばっかりやってたんで、1ミリも考えてなかったですね。だから卓球しかやってなかったんで <laughs>。だからすげえなと思いますね、最近の若い子。<laughs> あのー、まあそれはなんでかっていうと、多分情報をね、まあ普通にこうパン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 取れるようになったっていうのもあるでしょうけどね。僕たち、僕が若い頃は、大学生の時はそんなネットでその情報ってあんま出てなかったんで、 なんかそのホームページビルダーみたいなねなんかブログもなかったしなんかその昔ながらの HTML のなんだろうなあれで作られてるようなページしかなかったんだよねうんネットにもそんな情報なかったですようんだから最近の若い子はだからすごく他のなんだろうな世代に比べるとその自分の 将来のことだったりとか、どうやって生きていくのかっていうのを、あの、すごい考えてるんじゃないですかね。だから若あの、ドリアカーも結構若い子多いんですけど、まあまあ。だから若い子か、上かっていう。まあ、こう、なんかそんな感じですね。うん。だから逆に言うと、あの、若い子も僕対応してますし、 あ大学生か。大学生も対応してるし、えー、上は50代、60はいたかな ?50 代、うん。大学生も対応するし、50代も対応するし、っていうことで。で、まあ、じゃこれで比較対象したときに、まあ何が、な何がその若いこと、その年配の方で違うのかっていうと、やっぱり、まあこれはね、やっぱりここですね、吸収力がやっぱ違いますね。うん。やっぱあの、 全員が全員ではないですけども、若い子の方がどちらかというと、吸収力が早いです。まあ、それはそうですよね。あの、なんだ、あ会社も新卒取るのって、まあそんな感じじゃないですか。なんで新卒取るんですかみたいな話で。その若い子を取って吸収力が早い、柔軟にできる子を取って、まあ会社の戦力にしていくっていうところあると思うんで。だからそれは本当に感じますね。若い子の方が吸収力が早いっていう。 うん、逆に言うと、年を取ると、自分のその固定概念ですよね。今まで生きてきた固定概念とか、プライドとか、いろんなものを捨てられないので、あの吸収するまでに、すげえ時間かかるんですよ。だから逆に、久保さんはすごいなと思うんですけど、40歳から始めてよく素直にできたなっていう <laughs>。これね、久保さんにやっぱ聞きたいですよね。なんで久保さんは40代から始めて素直にできたのかっていうね。 ま素直にやるって結構鉄則じゃないですか。まあ成功してる人ももうめちゃめちゃ素直っていう言葉使いますけど、まあ本当に素直じゃないとちょっと無理だと思うんですよね。教えてもらってるのにもかかわらず素直にやらなければ、そう教えてもらってる意味ないやんっていう話で。で久保さん素直にね、もう機械的にロボット的に多分言われたことをとりあえずやってみたと思うんですけど、これなんで40代から始めたのに久保さんは素直に,からにできたのかなっていうね。 次のアンサーでいただければいいんじゃないかなと思います。うん。だから、あのー、年配の方で、全員ではないですけど、素直にできない方が結構多いです。うん。なんで、あのー、今若い子でね、あのー、ブイブイ言わせてる子、だいぶ出てきてますけど、例えば、キメラゴンか。キメラゴン、月収700万稼ぐみたいなね、中学生で。中学生で月収700万。 タイトルこれにしましょうか。中学生で月収700万稼ぐ。じゃあ50代、60代の人、月収700万稼いでますかっていう。多分稼いでないですよね。うん、サラリーマンで働いてる方は。うん。だすごい時代になりましたよ。うん、だから若い子に負けたくない、若い子をに,に、その、追いつきたいんだったら、やっぱり、あの、何かを、 吸吸収収すするんんじゃなななくてて何かを捨いいと吸収しないとし思うんですよ例えばスポンジで言うならば多分スポンジが分かりやすいと思うんですけどスポンジって水吸収するじゃないですかでも水を吸収したスポンジって多分それ以上水を吸収できないと思うんですよもうマックス水をねまあ雑巾もそうっすよね雑巾も水を吸収している雑巾でさらに水を吸収するってちょっと難しいじゃないですか雑巾を絞っ,絞って絞って絞ってカラカラになるとまた 水入れるとふっってなってな吸収できますよ、ね、だつまりあのなんかね捨ててないのに何も捨ててないのになんか稼ぐ方法を探してるんですよだから入んないよって話で捨てないと何かを捨てないとまあ、久保さんは何でそれが吸収できたのかっていうのは久保さんしか分かんないんで次の動画でねいただけるとんじゃないかなと思いますいってらっしゃい